はい、どうも皆さんこんにちは、 TI クラブのプライズと申します。ということでね、今回は、以前ねリングフューリーというイベントが開催されたと思うんですよ。で、そちらのリングフューリーめちゃくちゃ、まあ、日本国内国外問わずめちゃくちゃ不評だったじゃないですか。で、今回の動画でね、まあ、その新しく4月8日からウォーゲームっていうイベントが開催されるんですけども、そちらのイベントでなんとリングフレア復活するらしいですね。はい、もうすごい、もう素晴らしいです。やばいっすね、ここまで不要だったゲームモードを復活させるっていう、しかもこの短いスパンで。なかなか、まあ、APEX の運営の人々すごいなと思いましたね。はい、でプラスこちらね、マットマギーもなんと今回復活するらしいです。で今回はですね、まあ、そのウォーゲームのイベントの詳細に関して話していくんですけども、まあ、なかなかイベント内容変更されております。でしかもこのウォーゲームというイベントが、まあ、大体ですね、14日間にわたって、開催されるんですけども、その14日間のうち7回イベントが切り替わります。で今回はその7つのイベントの詳細について語っていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速ね語っていきましょう。でこの7つのうちの1つ目がキリングタイムですね。でこのキリングタイムっていうのは何ぞやって言いますと、まあ、このスクショに貼ってあるんですけども、まあ、これね要約しますと、誰かが死ぬたびにラウンド時間がどんどん短くなっていくといったゲームモードになっております。でどういうことかって言いますと、まあ、じゃあ例えば初め初動で5キルされたとするじゃないですか。で5キルされた時点で、まあ、その5キル分のラウンド時間がバッて一気に削られるんですよ。だからじゃあ最後らへんもうどんどんキルするためにラウンド時間が短くなるということはですね、まあ、最後らへんに至ってはもうめちゃくちゃラウンド時間が短いわけですよ。でラウンド時間っていうのが円の収縮時間だったりとかを指すのかどうかは不明なんですけども、おそらく、まあ、最短で本当にもう10分を切る形で終わるようなゲームモードだと推察されます。はい、で次に2つ目ですね。こちら2つ目オートバナーというモードです。でこのオートバナーのボード、このスクショの貼ってあるんですけども、これ何ぞやって言いますと、これ死ぬとバナーが自動的に回収されるといったモードになっております。だから、まあ、いちいちねその味方のデスボックスまで足を運んだり、あとクリプトドローンで、まあ、その回収する必要がないわけですよ。でしかもこれすごくてですね、これモバイルリスポーンビーコンのドロップ率が上がるんですよ、このイベント開催期間中は。でドロップ率が上がるということはですね、まあ、もうぶっちゃけ隠しが入れられてもそこまで問題にはならないといったようなゲームモードになっております。でここで一つ、注釈を入れさせていただきますと、これね一つのイベントモードにつき48時間2日間にわたって開催されます。だから、まあ、7つのモード ×2 で、まあ、14日間開催されるといった形になっております。はい、じゃあ次に行ってみましょう。次ね3つ目、アーマーリジェネ。このアーマーリジェネって何かと言いますと、アーマーがダメージを受けないと、アーマーの回復の値がどんどん上がっていくといったモードになっております。だからどうだろう、まあ、分かりやすい例えで言うと、ワットソンのパッシブでアーマーが自動的に回復するあれあるじゃないですか。あれがめちゃくちゃ速い速度で回復するといったようなゲームモードになっております。でこれなんとシールドセルが1個も落ちてないらしいですね。はい、だからシールドセルが落ちてないっていうことは、おそらく、まあ、アーマーの回復値っていうのは結構速いものだと推察されますね。はい、じゃあ次に4つ目いってみましょう。で次この4つ目はアームドドロップというゲームモードになっております。このアームドドロップ何かって言いますと、武器と弾とレベル1アーマーとレベル1ヘルメットだったりとか、そういったものが、効果時点でデフォルトで装備された状態で、スタートするといったようなイベント内容になっております。でこれ以前僕紹介したと思うんですけども、このレベル1アーマーだったりとか、あとモザンビークプラス弾とかをデフォルトで標準装備にしてから、硬化しようっていうのが、まあ、現在ねカジュアルでもデフォルトの設定にしようっていうことで議論が進んでおります。おそらくその議論のエビデンスを得るために、今回このアームドロップというイベント内容っていった形で、おそらくね皆さんにテストしてもらうといった形で、まあ、このイベントに追加したものだと思われます。はい、で次ですね、5つ目がウルトラゾーンといったモードになっております。ウルトラゾーン名前かっこいいですけど、これどういったモードかって言いますと、複数の、ホットゾーンが出現するんですね。ホットゾーンって、ほら青色の円があるじゃないですか。その青色の円内にはめちゃくちゃレアリティの高いアイテムがたくさん落ちてるって、そのホットゾーンがたくさん出現するんですね。でここに、フラッシュポイントが、発生します。で、ウルトラゾーンには金武器と金アイテムが1個ずつ置いてあるらしいです。で、まあ、要するに普通にホットゾーンがたくさんの出てくるといったイメージで大丈夫です、ここは。はい、
まあ、これも結構面白そうですね。で、次にね、あの6つ目がセカンドチャンス。でセカンドチャンスっていうのは何ぞやって言いますと、トークンを使って自動的に死んだ場所でリスポーンができるといったものになっております。でトークンっていうのをどうやって、取得するかっていうのは分からなくて、おそらく、まあ、効果時点でトークンっていうのをデフォルトで持っていて、でそのトークンを消費して、まあ、自動的に死んだ場所でリスポーンできるといったモードになっていると思われます。で装備品も死んだ時の状態で、まあ、そのままね、そう死んだ時の装備を持っている状態で、ドロップシップから出るといった形になっております。これね、まあ、結構、まあそうですね、なんか死の救済のイベントが結構今回多いですね。で、まあ、ただねこれ死んだ場所でリスポーンして、もしそのリスポーン場所が、まあ、結構激戦区だった場合に結構ねだいぶやばいっすねっていう話にはなるんですけども、ただね、まあ、そういったモードがありますよ。で最後ですね、こちらフレアアップ、はい来ました、リングフレアが各ラウンドで次々出現するっていうモードになっております。いやもうねやばいっすね、これまた来んのかって話なんですけど。で、まあ、ちなみにこのリングフレアっていうのは割とすぐ短時間で、以前よりも短時間で消えるらしいんですね。以前よりも短時間で消える代わりに、すぐに増えていくらしいです、このリングフレアがね。すぐに消えるだけでいいんですよ、ぶっちゃけ。もうすぐに消えたらそこから出てこなくていいんですけどね。ただそこからねどんどん増えていくといった、まあ、前回 そのリングフレアのモードよりもおそらくやばいんじゃないかという噂が立っておりますね。これまあちょっとね、まあ、これに関しては結構びっくりしましたね。なんかなかなか、まあ、不評だったじゃないですか。でApex の、まあ、運営ってあんまり不評だったもの、コミュニティの意見を取り入れやすいので、なんか不評だったものって再来させることがあんまりないんですよ。ただ今回、まあね、リングフューリーが亡くなってからだいたい2週間程度で、2週間も経ってないですよ、1週間半程度で、まあ、こちらまた戻ってくるといった形になっております。えって感じなんですけどね、本当にだからここまで短いスパンでこれが戻ってくるってなるとだいぶまあすごいですね。はい、だからまあ皆様もね、まあこっから またリングフレアが来るという心構えをした上で、これからねこのウォーゾーンじゃねえや、ウォーゲームというねイベントに臨んでいきましょうといった感じです。はい、まあね、まあこれもし、まあ、リングフレアまた来るのかとか、マギーの声また聞けて嬉しいとかいう人もしいましたらね、まあ、こちらの動画にコメントの方よろしくお願いいたします。はい、っていう感じでね、今回はその、ウォーゲームにて追加される7つのイベントの詳細、そしてリングフレアがまた出現するというものに関しまして話していきました。この動画もし面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは今回お送りしましたのは TI からのプライズでした。またね、バイバイ。